日本人町おい起きないかいい天気だぞう,うまだ眠いそんなことを言わずに起きろよ気コこ,ここへ来てから豚を食べるせいかまるで豚のように眠るぞ起きろよカラカラと鎧戸を巻き上げる音とともに 強い日光をまともに浴びて、宮沢伝蔵は眩しそうに寝台の上へ起き上がった。目をこすりながら振り返ると、窓のところに秋津新作の健康な顔が笑っている。ひどく眠い。まったく俺は眠いぞ、新作。豚のせいだよ。豚を食べるからだ。 嫌がらせを言うな。豚を食うのは気候ではないか。俺はまだ一口も食べやせん。あんなものを食うくらいなら、飢え死にをする方がまだしも安楽だ。それが怪しいて、食わぬ食わぬと言いながら、どうも気候、影へ隠れて食っているらしいぞ。そういえばこの頃、少し気候の顔が、 豚に似てきたようでもある。ええ、気味の悪い。バカを言うな。伝蔵は、本当に気味悪そうに、ブルっと顔をなでながら、寝台から飛び降りた。はははは。新作は笑って、妙な男だよ、こうは。あんなうまいものを、どうして食わんのかな。日本にいた自分は、 よくイノシシを食べに行ったではないか。豚はイノシシと同族で、イノシシより肉も柔らかで味もうまいのに、どうして嫌うのかわけがわからぬ。拙者などはシナ人の料理店で出す、あの酸っぱい厚物でくるんだ豚肉料理を食べるたびに、それだけでも日本から来た甲斐があると思うくらいだ。もうたくさんだ。 豚の話だけはよしてくれ。すっかり目が覚めてしまった。はははは、それは結構。新作は笑って。では早く下へ行って顔を洗って来い。今日は造船所へ一緒に連れてってやるぞ。本当かそいつは逃されぬ。伝蔵は走行と部屋を出て行った。スペインの海賊船。 ディタニア号へ襲撃を仕掛け、思いがけぬ地獄丸の反逆にあった。あの日からすでに34日が経っている。地獄丸の砲撃のために帆柱を折られ、火事を失ったディタニア号は、続いて恐るべき嵐に見舞われたが、それがかえって幸せとなり、東シナ海を点々と漂流した後、 偶然、このマカオへと流れ着いたのであった。海の狼の配下六十名は、そこでリタニア号のスペイン海賊たちと別れ、市外の日本人町に住まいを決めて、それ以来ずっと再起の準備を急いでいる。地獄丸はどうしたか。世界各国の船の集まる要衝だから、それを知るのにも便利だし。 まず第一に南方へ遊飛するためには船が必要だ。武器、弾薬も買わねばならぬ。過去や同志のものも集めなければならぬ。かくして三十日余りの日が経ったのであった。新作は海の狼と共にいろいろと選択した上、最も優秀なオランダ船を一層買い取った。 それは一万石積みの巨大な群船で、小柱三本、千尾楼とも三層の最新型である。そしてそれを買い取るとともに、新作は密かに海の狼と測って偽装の改造に取り掛かった。どんな改造をするのか。それは同志のものにも秘密で、 今、オランダ商会の造船所で工事を急いでいるのだ。食事の支度できたある。南蛮服を着た黒人の球児が戸口から覗いていった。よし、今すぐ行く。皆様お揃いある。早く来るよろし。わかったよ。貴様の言葉はいつ聞いても歯がゆいぞ、クロスケ。 どなりながら電蔵が戻ってきた。何々したある。来るよし。へっ。まるでバカみたいなもんだ。日本なら無礼打ちにするところだぞ。よせ伝蔵、怖がっているではないか。俺はこんな色の真っ黒なやつを見るのは初めてだから、どうも気味が悪くていかんよ。偉人町へ行くと、 豆腐みたいな生っ白いやつがいるし、こんなに人間の色の違ったやつが集まっているのを見ると、なんだか腹の皮がムズムズくすぐったくなってくる。早くしろ、朝飯だ。二人は支度をして部屋を出た。船の秘密。それから半時ばかりのち、伝蔵は新作とともに外へ出かけた。 石畳の道の左右に焼き石を積んで作った古い品家屋が寸劇もないほどぎっしり立ち並んでいる貧民街汚い酒瓶が転げていたり下水があふれていたりそうかと思うと小豚がゴミ箱をかき回していたその間を小じのような品の老人や子供が口あかましくわめきながら 右往左往左しているその間を通り抜けてしばらく行くと急に道も広くなり建物も白亜塗りやペンキ塗りの三階五階作りという大きなのが色々な国旗を掲げて並んでいるそれが俗に偉人町といって西洋諸国の人間が住んでいる区画だった 造船所は、その偉人町を抜けて、海岸通りへ出る右手にあった。俺が言っても、海の狼は許すかな。許すも許さないもない。もともと今度の海藻は、拙者が考案したものなのだ。貴公が新作の親友だということは、狼もよく知っているよ。それならいいが、 話しながら造船所へ入っていった。造船所とは言っても、無論当時はまだ設備も不完全で、ことにそこはオランダ商会が東洋へ開港する自国の船の修理を目的に建てたものだから、そう驚くほどの結構は見られなかった。しかし、一度ドックへ足を踏み入れた電蔵は、 そこに浮いている巨船を見て、あっと驚きの声を上げたのである。恐ろしく大きな船ではないか。あれが今度の地獄丸さ。ええー、あの大きな奴が我々の船か。いや、こいつは素晴らしいぞ。あれでカンボジアへ押し渡るんだな。 大きな声をするな。新作は高声を制しながらドックへ近寄った。架橋を渡って船へ入ると、甲板には十四五人の配下を指揮しながら、海の狼カミがしきりに作業を特例していた。狼カミの仮面こそかぶっていないが、彼は黒の長いマントを着て、 ペイン風のつばの広い帽子をまぶかに引き下ろし、さらに顔の下半分を黒い布で覆っているので、相変わらず少しも顔は見えなかった。期間の具合はご覧になりましたか。新作が近寄りながら声をかけてああ、まだそのままです。あなたが見えてからと思って待たせてあります。 では、早速、試みるといたしましょう。新作を先に、海の狼と伝造は、はしご口から船内へと降りていった。4層になっているはしごを降りて、船尾にある広い部屋へ入ると、伝造は、まず船室いっぱいに据え付けてある妙な機械に目を奪われた。なんだろう と思っていると、新作は機械のそばにいた二人のオランダ人に向かって、ポルトガル語で何やらしばらく話していたが、やがて海の狼の方へ振り返って、では始めてみますから、と言い、機械のそばへ寄っていって、二三の交換を動かしたり、不意語のようなものを押し動かしたりしていたが、 やがて「ババババ」とすさまじい爆音が起こって機械の各部がゴーゴーと振動を始めたどうだ伝蔵わかるか新作は機械のそばから離れてきながらニヤニヤ微笑みつつ言って。わかるもんかなんだこれは」「蒸気機関というやつだ」 熱湯から発する蒸気の力でこの機械を動かす。機械の先は船の外へ出ていて、それに水をかくものがついている。それで船を進めるのだ。そう言われても、俺にはさっぱりわけがわからんぞ。つまりどういうことになるのかい今までの船は穂の力と どの力で動かしたのだが、これからは機械で動かそうというのさ。この方法でやれば、今までの速力の5倍は十分に出せるのだ。拙者はまだ半に仕えていた頃、記録書でこの期間のことを知り、いつかは実際に応用してみようと思っていた。それで、この船を買い取った時、 すぐにオランダ人の技師たちと相談した結果、ここに東洋の最初の蒸気機関船を作ることができたのだ。新作は続いて、食力の強大なことは、直ちにこれからの海戦に絶対の勝利を占めること。また、今まで多くの水夫を要したものがいらなくなり、戦闘員を増やせること。 積み荷も倍になるし、拘束力も数倍になることなどを詳しく説明して聞かせた。俺には信じられん。伝蔵は聞き終わっても国民をかしげ。こんなガタガタする妙な機械で、この大きな船が動くとは嘘のようだ。しかし、まあ、とにかく素晴らしいな。訳はわからんが、 なんだか俺まで急に偉くなったような気がするぞ。と、守備整わぬことをつぶやきながら、しきりに感じ入っていた。あ危ない。船の改装を訂正したり、仕事ぶりを見回ったりして、造船所にほとんど一日を暮らした二人は、海の方から 夕もやが迫ってくる自分になってやっと狼に別れを告げてそこを出た。例の料理店で夕飯を食べるかな。門を出ながら新作が言った。賛成だ。あのなんとかいう南蛮の酒は素晴らしくうまいからな。そう、あの、しーなんとかいうやつさ。シードルだろう。 そうだ、イギリスから来るというやつさ。渋くて酸っぱいが、あの後味のうまさは何とも言えないね。畜生と言いたいくらいだ。話しながら二人は黄昏の偉人町を左に折れたところにある海岸街という薄汚い町へ入っていった。そこには各国の 過当な船員たちを相手にする商人の店や、賭博場や酒場や、安料理店が軒を並べていて、いつも物の腐る匂いや、料理場で油の焦げる匂いが、むっと鼻をつくほど道い,いっぱいに溢れている。不安内のものがうっかり入ろうものなら、生きて再び帰れないというくらい、人気も荒く、 夜ともなれば、至るところに喧嘩があり、追いはぎが出没し、毎朝道の上に一人や二人の死骸が転げていないことはないというどん底の巷股だった。二人は下水の溢れている石畳の道を拾うように歩いて、やがて軒先に万鏡楼と書いた見当の出ている料理店に入った。 料理店とは言ってもまるで物置子のような暗い汚い家でその代わりにはこのマカオへ停泊するほどの船乗りは一度はこの家のシードルを飲まなければ幅が利かぬと言われているつまり謀反を起こして行方をくらました佐沼家の一頭、地獄丸の漱石を探り出すには屈強の場所なのだ いいらっしゃいまし二人の顔を見ると、えた主人の女将帝がニコニコしながら寄ってきた。新作は、食事とシードルを命じてから、時に、まだ地獄丸の噂は聞かないかと尋ねた。ョはペコリとお辞儀して、残念ながら聞きませんです。明日になると、 インドのゴアからイギリス船が入るはずですから、何か耳寄りな知らせがあるかもしれません。ありがとう。その時は頼むよ。主人は肥えた体をゆすりゆすり、テーブルのそばを去っていった。料理と酒が運ばれる頃、やがて店の中にはだんだんと客の数が増してきた。 スペイン人、フランス人、ポルトガル人、イギリス人、イタリー人、眼色、毛色の変わった船員たちの間に、インドとアフリカの黒人も混じっていた。黒人と白人との混血児もいた。それがみんな、塩焼けのした顔に目を光らせ、思い思いの服装をして、 互いに通ぜぬ国語をわめくようにしゃべるかと思うと、早くも崇拝のラム酒によって歌い出すものもあり、たちまちあたりは剣剣豪豪たるありさまになった。今日になるも地獄丸の様子がわからぬというのは不思議だ。ことによると、我々があったあの嵐で沈没したか。 それともすでにカンボジアへ押し渡ったか。とすれば、どこからか噂ぐらいは聞こえてくるはずだ。何しろ地獄丸といえば、どんな新米の船乗りでも知らぬもののない船だからな。とにかく、お姫様や殿の安否が気遣われる。俺が考えるには、謀反の張本人は、 確かに銀の城のやつだ。奴は姫君が気候を言いかけたとき、伝蔵危ないと叫びざま、新作がいきなり伝蔵の体を突き飛ばして、伝蔵は不意を食って椅子もろともどーッと倒れた。刹那、ビュッと風を切って飛び来った探検が、 いきなり伝蔵の持たれていたテーブルの上へビシッと突き刺さって不気味に震えたあこれは誰か我らを狙っているぞ気をつけろ新作はそう叫んで鋭く辺りへ目を配ったしかも右も左も酔いしれた船乗りの群れでわめくやら歌うやら 足を踏みならすやら耳もろうする騒ぎだったから誰もこの出来事に気のつくものはなかった「ドイツだ見たか新作」「向こうの柱の陰から投げるところをちらと見たのだいたずらにしては度がすぎる」「出ようこう混雑していてはどこからどんなやつが狙うか見当がつかんぞ」 新作は給仕を呼んで感情を払ったそして二人がそこを出ようと立ち上がった時である店の多くのアルコール部で急に騒々しく罵り合う声がしたと思うと七八人の酔いどれが猛烈な殴り合いをしながら出てきたそして同時にそのもみ合いの中からゴンゴン と銃声が起こり今立ち上がった新作と伝蔵の耳元をすさまじく玉がかすめ飛んだ迫る危機伝蔵あれは俺たちを狙うこしらえ喧嘩だ油断するな心得たこっちへ来いかがむんだテーブルの影を伝って あの戸口から出よう。不意の銃声にさすがの荒くれた客たちも総立ちになるその騒ぎを利用して新作と伝蔵の2人はテーブルの影を回りながら脇手の戸口から素早く外へ脱出した「はぐれるな」「戸口を出て呼びかける新作の右手から「くたばれ!」 とわめきざま、清流刀を振りかぶって切りつけたやつがある。新作は一歩下がって、相手が踏み出す鼻を、えい抜き打ちにたっと切った。肩から胸まで、ほとんど竹割りになって倒れる。後からなおも四五人詰め寄ってくるのが見えた。伝蔵、取り巻かれたぞ。 何の、シーナの虫けら、十匹や二十匹。いや、これはただ事とではない。奴らは俺たちと知ってかかってくるらしい。こいつは何か司祭があるぞ。新作は、右手へ迫ってくる奴を十分に寄せておいて、突然跳躍しながら、やあと真っただ中へ切り込んだ。 暗がりの石畳に足音が乱れ、白人が明かりを受けて稲妻のように空を切った。そしてぞっとするような悲鳴とともに二三人切り倒されると、傍観たちはたちまちバラバラと逃げ出した。見ると伝蔵も二人ばかり切ったところである。手間取るな伝蔵、逃げよう。 だが、向こうもこちらも塞がれているようだぞ。非常手段だ、来い。そういうなり、新作は道を横切ると、いきなり向こう側にあった家の戸口をけ放して踊り込んだ。この時は、すでに騒ぎを知って、大勢の群衆が集まっていたし、その家の人たちも、 戸口からこわごわ覗いていたところであったから、突然二人に飛び込まれて、それ来たぞと夢中になって逃げ出す。その隙に新作は裏口へ走り抜けて暗い路地へ出た。後からはなおも傍観が追い迫って、めくら打ちに銃眼を浴びせる。ダウンダウンという爆音と、 右に左にかすめ飛ぶ玉の雨の中を二人は足に任せて走ったが、しばらく行くと路地は高い石塀に突き当たった。行かん袋工事だ乗り越えろ俺の肩を足場に伝蔵が石壁へ持たれる。新作は素早くその背を伝って、 ひらりと石壁の上へまたがると、手早く刀の下げを解いて、空と下げる。殿蔵がそれにつかまるのを合図に体を反対側へずらした。こっちの重みを利用して殿像が上りかかる刹那。めくらうちの玉が偶然にも下げをに当たった。ぷつりと切れる。 ああ。だーっと二人は、石壁の内と外へ転落した。新作は飛び起きざ様、ま。伝造伝造と叫んだ。すると向こうから、行け、新作。俺は大丈夫だ。切り抜けられるか。行ってくれ。俺は大丈夫だ。新作。 ブーン、超級を祈るぞ伝造ダンダンダン石壁の向こうに銃声が凄まじく迫った。人の踏み違う気配、わめき、悲鳴、カツカツたる剣の音。それを聞く新作は腹渡をかきむしられる苦しさだった。 どうかして女性にと思うが、手がか,かりなしには超えられぬ高い石兵衛だった。伝蔵、どうか切り抜けてくれ。無情なようだが、貴様に惹かれて犬死にはしたくない。俺は行くぞ。新作は涙を押しくって、祈るように呟くと、闇の中を清算な 死闘の物音から耳を背けて闇の中を足探りに歩き出した。足の下に柔らかい芝草が感じられる。左右は小立ちのようだ。闇の中にも黒々と枝をかわした木が見える。石壁の外とは世界が変わったような静けさ。 雨を含んだそよ風は、珍奇な花の香りに強く匂っていた。これは、どこかの庭園だな。花の蚊を嗅ぎながら、新作がつぶやいた。芝草の上をしばらく行くと、まもなく小立ちの間から出て、花の空気がにわかに強くなった。と、その時、 右手の闇の中から急に美しい南京ちょを持った人影が現れた。新作は素早く植え込みの影に身を潜めてじっと相手の通り過ぎるのを待ったが、ちょの火が二三弦先の花壇に差し掛かった時、何を見つけたか、あ、あれは、あれは、と身震いしながら、 我知らず飛び上がった。新作の見たのは何者であろう。伝蔵は果たして基地を切り抜けるだろうか。